にに。必要みたいで手伝ってほしいってことね。それなら私たちはこの1年根回しをしてきたから。本当？さすがレミーちゃん。それとなんだけど、評議員なんかやめてフェアリーテールに戻れ。おい、評議員脅した罪で逮捕するぞ。ガジル、俺もレビーも評議員の仕事中だ。邪魔すんじゃねえ。ごめんね、ルーちゃん。フェアリーテイルには戻りたいんだけど、今すぐってわけには。ううん、仕方ないよ。急なことだもん。仕事終わればフェアリーテイルに戻るんだよな。じゃ、俺たちが手伝ってやれ。さっさと終わらせようぜ。だそうだが、ガジル。仕事さえ終わりゃ文句はねえよ。冒険できるね。で、仕事ってなんだ？闇ギルドの取り締まり。違法なラクリマを取引してる闇ギルドを見つけて壊滅させよってね。表現も結構荒っぽい仕事するのね。タルタロスの一件で表現に盾つく勢力が増えて、口で言っても従ってくれないんだよ。立て直しのためには荒領事も必要だ。そのために俺がいる。俺たちでしょ。できてる。できてねえ。ありがとう。
かやるでしょ。
こいつらだ。違法ラクリマをばらまいてやがる。久しぶりに勝負しねえか、ガジル。たくさん倒した方が勝ちだ。ギヒ、後悔するなよサラマンダ。俺は評議員だ。一年遊んでたお前とは違え。なんだと？俺だってな。いつものフェアリーテイルって感じだね。ああ盛り上がっちゃってる。これは敵がかわいそうなパターン。やられる覚悟はできてんだろうな。愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。カリューの絶叫。ギヒ。ヘッドリューケン。楽勝だな、ギヒ。カリューオーカー。俺の勝ちだ、サラマンダ。ああどう見ても俺の勝ちだろ。どこに目つけてやがる。違法ラクリマは現地で処分。これでよしっと。お仕事完了ね。じゃあこれで。うん、評議員やめてフェアリーテイルに戻る。評議員は天職だと思ってたんだがな。冗談は顔だけにしてくれ。またよろしくね、レンちゃん。一緒に頑張ろう。そういえばラクサスがブルーペガサスにいるらしいよ。行ってみれば。ラクサスが？なんで？さて次はと。ギヒ。ああ、あれがラクサスか。ホストって。こら待つ、笑っちゃ悪いって。聞こえてんぞ。ごめんラクサス、私たちフェアリーテイルを再結成したの。だから待ちたまえ諸君。ラクサス君はブルーペガサスの一員。勝手に連れて行かれては困る。イチアさん？メイ、あなたのためのイチアです。じゃ、ラクサスは連れてくぞ。話を聞きたまえ。ラクサス君はこのギルドに借りがあるの。それを返さなければフェアリーテイルに戻ることは許されない。おい、俺はそんな。いいじゃないか、最後にこれくらい。最近私の指名が著しく減っている。この原因を調査し解決してほしい。はあ、おっさんの人気が落ちてるだけだろ。そんなはずはない。何かしら原因があるのだ。例えば
悪評を流している不貞の輩がいるとか。そんなことする人いるのかな。やる必要ないよね。わかった、それをなんとかすればラクサスを返してくれんだろ。夏、お前どうしてラクサスはブルーペガサスにいたの。魔導士が仕事をするにはギルドに入ってた方が都合がいい。ただそれだけの理由だ。本当はホストに興味があったりして。帰るぞ俺は。ラクサス君、落ち着きたまえ。我らはギルドは違えど同じ仕事をする仲間だ。喧嘩などせず事件解決のため手を取り合っていこうではないか。一夜、ここは私のナイスメーンに免じて。ああ、その面もいい加減見飽きたな。早く仕事を終わらせてフェアリーテイルに戻るか。メーン。どこ行こうかな。ここにしましょう。